プリマス伯爵はイギリスの伯爵、貴族。これまでに3度創設されており、第1期及び第2期がイングランド貴族として現存する、第3期が連合王国貴族としての助爵である。本校では第2期及び第3期の前身となったウィンザー男爵に関しても触れる。チャールズ・フィッツ・チャールズは国王チャールズ2世と、 長期キャサリン・ペックとの諸子にあたる人物であり、彼が1675年7月28日に、イングランド貴族として、プリマス伯爵に除された事例が、第一期の創設である。フィッツ・チャールズはこの除尺時に、デボン州、トットネスのトットネス詩尺及び、デボン州、ダートマスのダートマス男爵を合わせて得ている。しかし、彼が、このないまま、 イングランド領タンジェにて戦描詞を遂げると、すべての爵位は廃絶した。かつて存在した五大男爵のモニュメント伯爵家の旧邸宅、ューエル・グレンジ・ウィンザー家は、ウィリアム・フィッツ・アザーを祖として、スタンウェル荘園を擁してきた一族である。その一員、アンドリュー・ウィンザーは、カンブレー同盟戦争下のスパーズの戦いを主導した、騎士である。 彼が、ウィンザー家の人間で最初に称号を得た人物で、彼は1529年に、イングランド貴族の、バッキンガム州、スタンウェルのウィンザー男爵として、議会招集を受けている。その息子の2代男爵ウィリアムは、ヘンリーパッセイアサのベッドフォードシャ及び、バッキンガムシャ大官を務めた後、晩年は、女王メアリー一世を支持した。その子の3代男爵エドワードも、 メアリー一世退冠式に際して騎士に除された後、第六次イタリア戦争下の戦徳エンティンの戦いに参戦している。爵位はその子のフレデリックが継承した。四代男爵フレデリックは、生涯未婚のまま死去したため、爵位は弟ヘンリーに継承された。五代男爵ヘンリーも、不祖土用に国政に参与して、エリザベス一世朝の定身である。 エセックス博やサウサンプトン博の処刑の是非を審議した。その子である6代男爵トマスが男子のないまま死去すると、爵位は彼の妹の間で停止となった。その後、1660年6月16日に追い、トマス・ヒックマンに帰属する形でこの停止は解消された。トマスはその姓を母方のウィンザーに改めている。7代男爵トマスは、 王党派として活動して、ジャマイカ総督やウスターシャー党官を務めた。彼は1682年12月6日にプリマス伯爵に除されたが、これが第2期の創設にあたる。彼以降は六大伯まで直系男子による継承が続いた。なお、初代伯の次男トマスもウィンザー史爵に除されて文家が誕生したが、この爵位はわずか2代で途絶えている。 六大白アザーが、このないまま没すると、男爵位は、アザーの二人の妹の間で優劣がつかず、爵位停止となった。他方、男子に継承を求める、白爵位は、オジアンドリューが相続している。しかし、七大白の弟である八大白ヘンリーにも、子がおらず、白爵位は廃絶となった。一方で、停止していた。 男爵位はスウェイ妹ハリエットに帰属する形で1855年10月25日に解除された。彼女はウィンザー星に服するとともに、その子ロバートが第3期の助爵を受けることとなる。初代プリマス伯爵、ロバート・ウィンザー14代男爵ロバートは保守党の政治家として活動し、陸軍支払い長官や建設長官を歴任した。 彼は1905年12月18日に、連合王国貴族社区位の、プリマス伯爵及び、グラモーガン終戦とファガンズのウィンザー死爵区に上されて、伯爵くらいの最高を果たした。彼は、長男アザーに先立たれていたため、次男アイバーが伯爵位を継承した。二大伯アイバーも保守党の政治家で、騎乗営師体隊長や外務政務次官を務めた。その孫にあたる四大伯アイバーが、 プリマス伯爵家元当主である。伯爵家の邸宅は、シュロップシャー州ラドロー近郊のブロムフィールドに位置するオークリーパーク。かつての邸宅には、ウスターシャー州にあるヒューエル・グレンジがあった。元当主である第四代プリマス伯爵、アイバー・ウィンザー・クライブは、以下の爵位を有する。初代プリマス伯爵の紋章。爵位の法定推定相続人は、元当主の息子である。 ウィンザー主尺、ロバート・アザー・アイバー・ウィンザークライブ法廷、推定相続人の法廷推定相続人は、その息子である、エドワード・アザー・アイバー・ルウェリン・ウィンザークライブ閣下。ありがとうございます。